みんな、こんにちは。マルシーズーのリンリンです。久しぶりにしゃべるで。今日の動画は、その名も、冬のルックブック2023。全部で5つのお洋服を紹介するから、最後まで見ていってな。それでは、レッツスタート。チャンネル登録してな。まず1着目はこちら、ラブリーなピンクのお洋服。この服は私をずっと預かってくれていたボランティアさんが今の新しい家族とのトライアル初日に着せてくれた思い出の一着やねん。後ろから見ても可愛いやろ。ピンクのモフモフにパープルのリボンとドットがこのお洋服のファッションポイントやねん。ハロウィンのウサギのコスプレをした時にこの服を着てるから、その時の動画もよかったらチェックしてみてな。2着目のお洋服はこちら、クマさんの耳がついたモコモコのフリース。ぬくぬくな生地やから冬になるとヘビロテしちゃうねん。この服にはフードがついててクマさんの耳がついてるから、私の飼い主さんはこうやってよくかぶせてくるねん。今もケラケラ笑いながら可愛いで連発してはるわ。こうやって飼い主さんの自己満足に付き合ってあげてるからな。ちょっと疲れちゃうわ。まあでもしゃあなしやわ。飼い主さん楽しそうやから何よりですわ。あ、これここだけの話にしといてな。3着目のお洋服はこちら、さくらんぼの柄が入った襟がついてるピンクのトレーナーです。これは最近飼い主さんに買ってもらったばかりのお気に入りの新入りやねん。ほらな、着てみるとめっちゃ可愛いやろ。ちょっとサイズ感がゆったりしてるように見えるけど大丈夫やで。寒い時には中にも着込めるから、むしろこんくらいがええねん。後ろ姿はこんな感じ。大きな襟が主役になってて一気に女の子らしいスタイルになれるから、ほんまに可愛い。4着目のお洋服はこちら、これはシーンで買ったものやねんけど、フリースのモコモコアウターです。寒い日のお出かけとかお散歩とかに着るために飼い主さんが買ってくれてん。着てみるとこんな感じ。袖と襟についてる白いモコモコは中までついてるからめちゃあったかいね。実は箱根旅行でもこのアウターを着てたから、その時の動画もよかったら見てみてな。後ろ姿はこんな感じやで、形も色も可愛いやろ。よく見るとさくらんぼの柄やね。パステルカラーの模様が女の子らしくてテンション上がるわ。あとリードフックもついてるから便利すぎって飼い主さん喜んでたわ。最後のお洋服はこちら、またまたアウターです。こちらも私が保護犬やった頃のお世話してもろた預かりボランティアさんからいただいた思い入れのある一着やねん。この服は特に寒い真冬に着てるで、首の部分を折り返すと襟が白いモコモコになってて一気に冬らしさ全開やで。マフラーしてるようにも見えるやろ。見た目通りあったかいアウターやから極寒も乗り切れそうや。逆に首の部分を折らずに襟を立てて着ることもできるねん。ちょっとかっこいい感じが出るやろ。このスタイルもおしゃれで気に入ってんねん。っていうか今更気づいてんけど、私何着ても似合いすぎちゃうか。カメラの後ろで飼い主さんずっと似合うって叫んでるんやけど、なんか恥ずかしいわ。後ろ姿はこんな感じやで、胴が長い私やけどお尻のところまで長さがあるアウターやからちゃんと防寒してくれるねん。その代わり分厚いからハーネスがちょっときつくなっちゃうけど、むしろ安全かもしらん。これ以上太らんように気をつけるわ。チャンネル登録してな。以上が今年の冬のルックブックでした。みんな最後まで見てくれてほんまにありがとう。チャンネル登録と高評価ボタン忘れんといてな。バイバイ。